こんにちは、おりんです。今日はですね、パンドラハウスさんで購入してきましたウールミックスですね。こちら5玉で500円だったんですけども、こちらを使いましてマフラーを編んでいこうかなっていうふうに思います。 40g 入りの約 71m 入っています。アクリルが 80%、 ウールが 20% 入っています。かぎ針だと6号から7号が目安みたいです。こういう感じで波太の方ですね、今回は8号でゆったりと編んでいこうかなと思うので、 5.0mm の8号で編んでいきます。それではですね、作り目は3の倍数になるように調整して、お好みで増減してください。私はですね、240目ぐらい編みたいと思います。もう縦の長さを先に決めまして、長く長く編んでいこうと思います。240目編んでいきます。それでは240目鎖を編んでいきました。では1段目編みます。鎖1で立ち上がってですね、この裏山でもいいですし、ここの半目でもいいんですけども、こちらに中長編みを入れます。かけてここに持ってきて3本引き抜く、はい、中長編みをねずっとひたすら240目入れていきます。はい、私は裏山に入れます。もう出来上がったものはそんなにこう大して変わりはしないですね。別につなげるとかしないので、サイドがどうなるかっていうのはそんなに気にならないね。こんな感じです。もうひたすらひたすら中長編みをコツコツと編んでいきたいと思います。はい、はい、それではですね、長く編めました。これちょっと長いので短いバージョンでご説明しようかなって思います。はい、それでは15目作ってきました。はい、では次の段ですね、2段目、鎖1で立ち上がりまして、編み地をひっくり返します。で、細編みを編んでいくんですけども、ここがね普通の頭なんですね。はい、これの奥の半目、ここ1本だけ、こちらに細編みをそれぞれ編んでいきます。こっち1、2、ここです、こういう感じで編んでいきます。はい、それでは、今14目編んできたんですけども、最後の15目目、本体だと240目目ですね、はこちら2本普通に頭を取って細編みします。はい、こんな風にちょっと立体になります。では3段目ですね、鎖1で立ち上がってくるんと編み地をひっくり返します。はい、で、先ほど同様、ここが頭なんですけど、これの奥の半目ですね、こっちの1本、こちらに中長編みをします。はい、引っ掛けて出してきて3本をいっぺんに、はい、掛けて奥の半目に通して3本いっぺんに、って感じです。引っ掛けて奥の半目で3本いっぺん、はい、かけて、こんな感じですね。今これ3段目なんですけども、4段をワンセットに
して、まあ3セットか4セットぐらい、4セットぐらいかな、編もうかなって思います。まあその太さは増減できるのでお好みで、はい、中長編み編んでます。はい、最後は、先ほど同様頭ね、普通の中長編みを編み入れます。はい、こんな感じです。では次ですね、立ち上がり1です。4段目くるっと編み地をひっくり返します。ここはちょっと変わった編み方します。はい、では引っ掛けて中長編みを入れるんですけども、ここが根元の目、これ立ち上がりなんで、これが根元1個目ですね。1、2、3と数えるんですけども、この2目目から入れます。中長編みを普通に入れますね。はい、でその隣にも中長編みを2つ入れます。2目中長編みを入れました。ここで、引っ掛けまして、最初の1目目っていうのがですね、このスペースなんですね。このスペースなんですけど、ここに玉編みをします。引っ掛けてね、引っ掛けてか、クロスっていうか戻ってこう引っ掛けます。でこう戻ってここに刺して持ってきますね。はい、でもう一回かけて同じところに入れて持ってきます。もう一回かけて同じところに入れて持ってきます。はい、これをですね、いっぺんに引き抜きます。こういう感じ、はい、これなんか玉編み、斜め玉編みみたいな感じですね。はい、でここ1、2、3とここにまで入ってるんで、ここまで今入れたので、ここから4、5、6と続いていくんですけども、4番目は飛ばして、この5番目と6番目に中長編みを入れます。中長編み、はい、でこの4番目飛ばしたここの目ですね、ここの目に、玉編みを入れていきます。斜めにね、はい、1、2、3と、はい、ピーッとこういう感じですね。今ここでこうキュッと締めたいところなんです。なんか締める感じするんですけど、締めなくてですね、そのままいきます。でここが789なので、8番目と9番目に中長編みをそれぞれ入れてから、こう飛ばして、7番目の頭の方に玉編みを入れます。こういう感じですね。はい、で7、8、9、10、11、12ですね。11番目の目に中長編み、12番目の目に中長編み入れて、ここの10番目、ここに玉編みします。はい、はい、で最後ですね、13、14、15なんですけども、14番目に中長編み、15番目にも中長編みを入れまして、でこの13番目の頭に、玉編み2、3とかけて、いっぺんに抜けます。抜けない、いい感じですね。はい、でここで鎖1で編み地をひっくり返します。中長編みを編んでいくっていう段になります。15目あるんで、頭がそれぞれ拾っていきますね。1と
240目の本体でする場合は最初と最後にマーカーを入れておくと分かりやすいかなと思います。うん、もうここからは1段目の繰り返しになります。はい、でも2段目と同じです。立ち上がり1のひっくり返して、で奥の半目に細編みを入れていくって感じになります。ちょっとハムちゃんが水を飲んでいます。最後は頭ですね。はい、こういう感じでですね、編んでいきます。こういう感じの編み地になります。これをこう3セットないし4セット、ここですね、ここを4セット編んで最後にここで締めるっていう感じで、ずっと編んでいきたいと思います。はいはい、それではですね、ここがスタートなので1234この4段を4回編んでから中長編み細編み中長編みと、編んできたので4、8、12、16の19段編みました。目数が216目に変更されています。5玉使いました。全部ね使いました。こういう感じに今なっております。これぐらい残ってるんですけど、まあ、できればフリンジをつけたいなと思っておりまして、ここね最後の糸なんですけど、今ちょっとこれぐらいカットしました。横通しとこうかなと思います。別にシュルッと抜いてもいいんですけど、はい、ちょっと通しました。はい、こことここにそれぞれ両サイドにフリンジをつけたいとは思うんですけど、足りるかなっていうのが問題で、はい、それではですね、ちょっとカットしてきて3本をフリンジとして使ってこういう感じ で6本ですね、こういう感じでこれを10セットつけていこうと思います。で、長さは一番短いので25センチぐらいかなと思います。ではね3本用意します。今まで編んできたかぎ針中長編みの部分にそれぞれ入れていこうと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい、この辺ですね。まあなんかこれが中長編み、これが中長編みなんですけど、まあ、この辺フックに引っ掛けて持ってきてこれを通す。まあ、手で通しても大丈夫です。はい、こっちが正面かな。はい、こういう感じです。これを10回ですね。まあ、次はここ真ん中にしまして、フックに引っ掛けて持ってきます。でこうビーッと手で出してきてこうくぐらせて9でも大丈夫です。はい、こういう感じでですね、どんどんつけていきます。それでは最後までつけていきたいと思います。はい、それでは10セットずつつけてきました。ちょっと長さを揃えるんですけど、何か置いて切った方がとても綺麗に切れると思います。ですが私はちょっとズボラをしまして、8センチぐらいにしようかなって思います。このぐらいこんな感じで割と適当に切っていきます。
これでできました。で糸始末もしていきましたので、これで完成になります。横幅がだいたい16センチぐらいですね。152センチぐらいの長さになってます。こういう感じで切れます。ちょっと全体像を写しまして終了にしたいと思うんですけども、この玉編みとあとうね編みにした可愛らしい感じになってます。よかったら編んでみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。それではおりんでした。さようなら。